早速ですが、川島さんの自己紹介をいただいてもいいですか。はい、はじめまして、川島果歩と申します。兵庫県出身で関西学院大学総合政策学部には2015年に入学いたしました。2021年に卒業し、現在新卒1年目としてワンセブンライブという会社で働いております。学生時代は2年間休学しておりまして、その他は国際政策学科の村田ゼミに所属しておりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どんな会社で働いているか詳しく教えていただいてもいいですか。はい、ワンセブンライブという会社なんですけれども、ライブ配信アプリを運営しております。2020年は売上ダウンロード数日本ナンバーワンでなっていまして、現在世界中で5000万以上の方々に使用しているアプリとなっております。ミッションはテクノロジーを通じて人と人とのつながりを豊かにすることっていうところを掲げ、次世代のエンターテインメントを創出するっていうところで日々模索しております。ありがとうございます。はい、川島さんは、ワンセブンライブの中でどんなお仕事を担当されてますか。はい、私はブランド&マーケティングの部署の PR チームに所属しています。 PR チームはワンセブンの社内さまざまな施策を走っていますので、その施策をどのように社外に伝えるかっていうところで、日々プレスリリースの執筆であったりとかメディアプロモートっていうところを担当させていただいております。でまたワンセブン今年から CSR 活動というのを始めまして、そのチームにもジョインさせていただけたので、ライブ配信を通じてどのように社会貢献ができるかっていうところも日々考えながら業務しております。ありがとうございます。はい、川島さんがお仕事をしていて楽しい瞬間ややりがいを感じる瞬間はありますか。はい、同世年代の中でもこれだけ仕事を毎日楽しめているのは本当に私はトップ層じゃないかというぐらい楽しいんですけれども、会社の良いところの一つに What's Best for One Seven Live という文化が非常に根付いています。これは全員がサービスを成長させるっていう最終目標を持って日々の業務に動いているからこそ、相手の立場であったりとかチーム関係なく本当に様々な提案をすることができます。そのため私は自分が0から1に携われる瞬間っていうのが非常に楽しく感じていて、入社して1ヶ月ぐらいで社内の評価制度の改革に関するプレゼンを人事の方であったりとか経営陣のトップ層にして実際に採択されたりとか、入社して半年でグローバルミーティングで英語でプレゼンしたりであったりとか、また現在はワンセブンっていうのはもともと台湾から来たサービスの会社ですので、台湾チーム、インドチーム、アメリカチームとどのようにグローバルコミュニケーションをより活発化できるかっていうところを今企画書練って提案しているところです。なので本当に、PR 業務含めその他の業務含め自分が0から1で会社のために携われているっていう瞬間がとても楽しく思っています。すごいですね。人事評価のこうあり方にまで提案を持っていけるっていう、主体的に働きたい人にとっては恵まれた環境なんですね。ありがとうございます。はい、次の質問に行きます。はい、総合政策学部での学びはどう生きてますか。総合政策部のでの学びは本当に業務教授の方関わりたくさんあるんですけれども、やはり最終的には総合政策学部のモットーである Think Globally Act Locally っていうところが自分自身本当に学びが今も生きてるなと思っています。これは地球規模で考えて、足元からその行動を起こせっていう総合政策学部のモットーだと思うんですけれども、社会人になっても学生時代にあってもその自分のコミュニティに満足するのではなく、より中長期的な目標を視野に入れて今現在何か自分ができるのかであったりとか、自分の活動の意義を見出すっていうところは常にマインドとして持たせていただいてるなと思っています。ありがとうございます。はい、学生生活で学んだことがあれば教えてください。はい、学生生活で学んだことは2つあります。一つは自分の当たり前が当たり前ではないということです。すごいより相手を尊重して本当にリスペクトするようになりました。それも私時代総合政策学部で仲良かった友達がみんな学部留学生で、韓国人中国人の方々が多かったりとか、また交換留学生との交流も頻繁にあったりとか、私学生時代は学の国際社会貢献活動を使ってインドネシアで半年間小学校の先生を行ったんですけど、そこでもカルチャーのショックを感じたりとか、たくさんの自分の当たり前で生きてきた違う価値観に出会うことですごい相手をリスペクトできるようになりました。これは私今働いている会社も本当に台湾の方々、香港の方々、アメリカの方々とたくさんバックグラウンドが違う人たちと一緒に働いているので、相手の違いをこの人は私と違うと思うのではなくて、違いを受け入れたりとか、なんでそういう考えに至るのかっていうところのバックグラウンドがしっかり考えられるっていうのは学んで身についていることかなと思います。2つ目は自分で情報を取りに行く重要性を学びました。私自身2年間休学をしたんですけれども、1年間の
ケニアは飛び立て留学金に採択されて、文科省のプログラムを使って給付金をいただいたりとか、また2年間の活動を終えてから帰国した際に、その2年間の活動評価が認められて、半額から同窓会奨学金っていう、奨学金をいただいたりとか、本当に金銭的にもサポートしていただきながら自分の活動を行ったんですけれども、その自分の活動が好きに行えたのも、やはり自分でそういった情報を取りに行ったりとか、相手の人に聞きに行くっていう姿勢が大事だったのかなと思うので、それは今でも実践するようにしています。ありがとうございます。はい。めちゃくちゃためになるメッセージでした。今の学生に伝えたいことがあれば教えてください。はい、学生生活を本当に後悔なく全うするっていうことを一番伝えたいです。で、関心のあることには何でもチャレンジしてほしいです。で、私も学生時代2年間休学したりとか、就活もスーツを一度も着たことがないぐらい就活を終えたんですけれども、本当に自分の自由に意思のままに生きてきました。興味を持って続けたことが結果的に全てつながることを今実感していて、その時は何が正しいか分からなかったりとか、周りと比べて自分ってこれでいいのかなって落ち込む瞬間もたくさんあると思うんですけれども、もう自分の直感を信じて努力し続けてほしいです。で、結果的にもうその自分の経験は全て財産になって、もう自分のアイデアとか今の自分を作っていると思うので、もう何でも自由に時間がある時にチャレンジしてください。